を完成した。先輩に報告しないと。はあ、長い道のりだった。嬉しいな。この円盤に世界の全部が詰まってると思うと心が震えるよ。見知った後ろ姿だとは思いましたが、名畑さんでしたか。こんにちは。海でお会いするとは珍しいですね。にゃ、松木先生、びっくりした。でもいいところに来ましたね。これは先生にもすっごく関係あることですから。私にも？一体何でしょう。じゃーん、これは魔法の円盤です。この中には私たちの未来の可能性がいっぱい詰まってるんです。未来の可能性？進学先の候補ということですか？あるいは就職先？違う、もっと夢いっぱいで尊い話ですよ。友情と恋と青春が詰まった甘酸っぱい未来がこの中に存在してるんです。つまり未来を描いた物語が入っているのですね。見せていただいても構いませんか？ふっふっふ、気になるのはわかりますが、これをプレイできるのはもうちょっと先なんですよね。なるほど、何か決まりがあるんですね。決まりというか、みんなで一緒に楽しむために準備が必要なんです。その日が来たらみんなで一緒に遊びましょうね。わかりました。それでは私は年長者としてお祝いを考えておきますね。楽しみです。